はい、それではですね、ジェダイフォールオーダーの続きをまた遊んでいきましょう。前回カル君がね、要はあれだ、ライトセーバーぶっ壊しちゃったんですよね、自分で。で、それを直しに来ましたと。あれ、潜り方わかんねえ。ね、こういうあったかいのがあるから、この超冷たい星でも、まあ水が存在すると。そしてカル君も寒さで、凍え死なずに済むということみたいですわね。水中からは熱が伝わってくるけど、ここは凍えるな。凍えるどころじゃないと思うんだよな。俺を呼んでる。きっと近いぞ。カイバークリスタルが選ぶんだ。俺たちじゃなく。ああ、一緒だな。体が濡れた後に冷たいところ行くのが一番やばいと思うんだけど、大丈夫か？死ぬぞ、カル。なんだろう、このボコボコ。溶岩っぽいな。イラムでは鉱物の豊富な地下岩石層に見られる形成物を多く見ることができる。熱水の流れにより数億年をかけて集積した鉱物が貴重なクリスタルを含めて岩石内に様々な組成を生み出している。まあそういった星だからこそなんかカイバークリスタルも生まれてくるってことなんかな。で、カイバークリスタル青とか緑だけじゃなくて超珍しい色がね。大丈夫だ。おお、なんかボコボコやってんな。お？メイス・ウィンドゥさんの紫色とかも、あれカイバークリスタルの色が反映されて、ふざけんなよ。よし。まあ、ライトセーバーの色に反映されるわけですね。昔はね、ジェダイマスターは緑色で、パダワンは青だと思ってたんですが、そういうわけでもないみたいでね。昔って言っても本当に小学生ぐらいの頃ね。で、シス教とかが使ってるライトセーバーはまあ、赤色なんですけども、赤いのはね、人工で作れるやつなんですよね、確か。あ、なんか下に良さげなもんがあるな。取り行きたいな。まだ行けなさそうだね。あれは帰り道に取りに行くもんだな。お、なんだこれ。亡霊に囲まれてる気分だ。いや、大丈夫じゃない。ここは辛いよ。カイバクリスタルがあっちの方に光ってるんですけど、こっちにも進路があって、何があったっけな。あ、やつらだ。どうやって追ってきた。あれ、いてててて。あ、そっか、 BD1 でハッキングできたんだ。フォースプッシュ、フォースプッシュ3回やる必要なんてなかった。フォースプッシュって言っちゃった。めちゃめちゃなまってる感じになるな。あれはフォースの最大値がアップするやつなので、カイバークリスタルではありません。でも欲しいので取りに行くと。下は溶岩なのかな。よし、ここね、何回も落ちた気がするんだよね。ほらね。はい、2回目のチャレンジです。2段ジャンプで向こうに思いっきり飛んじゃおうかな。いけたー。あー、よかったよかった。はい。ライフか。ネバノシ。洞窟の中に行きました。声はするけど見つからなくて。行方不明の子供たち。野営地の痕跡。ジェダイマスターは洞窟で行方不明となった子供たちを心配していた。
なんのこっちゃ。まあ危険なミッションだったのかな。おお、なんだなんだなんだ、どうしたどうした、変な挙動だった。お、はい、ハック。お前もハックしよう。あ、一回しかハックできないのか。じゃあ二人で戦ってもらおうかな。地味な戦いだね。まあ、かわいいな。どっちかがやられた。どっちかな。いやー、この絶妙なバランスよ。はい。そしてここもね。なるほどね。実に不思議。カイバークリスタルはこの先だったかな。カイバークリスタルは僕を選んでくれるんでしょうか。輝きを感じる。でも進路はこっちだよね。ここは、ライトセーバーがないと入れないのか。まあ普通におとなしくね、進みますか。いやーすごいね。うい。あれ？こっちか。いやー、パダワンの子供たちはこんなところに放り込まれてね。この先だ。もう出られる。大丈夫だ。石探しなんてさせられて、かわいそうに。カルは昔ここに入ったことがあるはずなんですよね。あ。ビディ、こっちに来るな。ビディ。おお。あれ？画面が凍りついていきますね。今さらカル君寒さに気づいたか。いや、もう少し、もう少し、あと1メートル。おいおいおい、行けって、頑張れって。まだ行ける、まだ行ける。頑張れ、頑張れ。ああ。え？信じて。いや、もうカルこの服ダークサイド落ちてるけどね。そうそう、カイバークリスタルってこんな感じで置いてあるんだよね。選ばれなかったと。
これダークサイドに落ちますわ。この後の展開が覚えてるんだけど謎なんだよね。おしまいだ。絶望してる。頑張れ。失敗した。他の探そう。カイバークリスタル。これで終わりではないともよ。あ、この声あれか。今気づいた。大丈夫。あ、大丈夫だ。あれ誰だっけ。金塊の主に手壊れた人。時が来た。あれ違うか。わかんねえや。これでお別れかもしれない。違うわな多分。ジェダイオーダーに危機が近づいているのがわかる。あ、いや、これで終わりではない。必要な過程の一つなのだ。戦いを諦めない者には必ず希望が宿る。お前もだ、BD-1。お前なら必ずどこかで出会える。勇敢で諦めない者に。私にしたように助けてやれ。だがお前の記憶は完全に失われる。本当にそれでもいいのか。全記憶の暗号化を行う。信頼できる接続があった時のみお前の記憶は回復する。そんな仕組みがあるのね。デスノートみたいですね。お前を信じてる。ずっとそうしてきた。そして新たに選ぶだろうものを信じている。お別れだ、古き友よ。これ誰が撮ったんだ。 BD-1 を映してるってことは BD-1 ではないはず。あ、今スイッチ切ってたから上の方にカメラでもあったんか。俺もお前を信じてる、相棒。じゃあカイバークリスタル新しいの探しに行きましょうと。諦めずに。ってことだと理解したんだ俺は。自分のカイバークリスタルを見つける任務完了。カイバークリスタルはね、見つけたやつぶっ壊れましたからね。新しい情報、わからん。ただまあ、とりあえずじゃあここ行ってみますか、みたいな時にね、行ったんですよね。そしたらもう驚いちゃったわ。これ壊れたやつだよね。明らかに壊れたやつだよね。今までしたことのない色にしようかな。これ。一周目もこの色でやった気がする。新しいの探しに行けよ。なんで壊れたやつで作ろうとしてんだよ。最後にフォースを込めるんだね。あれ、音消
消えたぞ今一瞬。ちょっと連続で遊びすぎたかな。で結局さ、なんかあでこれで説明されんのかな。壊れた石、新しい石を探しに行くんじゃなくて、壊れた石でも頑張って、技術で直しちゃうっていう恐ろしいことするんだよね。これ読んだらわかるかな。最短カイバークリスタルはグリーズの負債の返済のため売り払われた後だったが、は？シアは自身のライトセーバーのシャフトをカルに送った。あ、シアのライトセーバーの中身はあれ外見だけでカイバークリスタルないものだったのかな。シアのやつは洞窟に入ったカルはカイバークリスタルの呼び声を聞き、やがて氷の壁でできた裂け目とたどり着いた。その時足元の氷が崩れカルは凍てつく水の中へと落ちてしまう。この辺りはいいな。カルクも BD に助けられたカルだがクリスタルは2つに割れてしまった。そうだよね。もうこれで終わりなんだよね。新しいの探そうと。ただそれを機に再生されたコルドバの映像からカルはメモリーにデータを収めて自分の使命を助けるために BD が自身の記憶を犠牲にしていたことを知った。はあ、はあ、はい。それでカルはシアとジャロのライトセーバーのシャフト合わせてシングルブレード、ダブルブレード二刀流に変化するライトセーバー作り上げた。全然説明になってねえな。あれ結局二つに割れてしまった。あれか、カイバークリスタル二つに割れたから逆にじゃあ、左右両手持ちの二本に二刀流できるようにしちゃおうってしたのか？ん？そんな都合いいことある？え、ずるくね？で、この二刀流ができるようになったと。なんてずるいんだ。で、ライトセーバーのね、まあ、外見自体もちょっとカスタマイズして変えましょうか。はい、このマグースっていうちょっとよくわからないシリーズにしました。誰だろうマグースって。いやー黄色かっこいいねー。てかまあどの色もかっこいいんだけどね。投げるスプリット、投げるほほん、お回復しとくか。なんか食らってるし落ちすぎたか。でもってね、帰り道にね、いるんですわ。これ楽しいな。うい。うい。うい。あー、スプリットライトセーバーめんどくせえや。いいや。ぐるんぐるん。よし。なんかいっぱいいるな。やだな。みんなパリしていやー弱すぎるね。あれパリできなかったな。みんなこうやっていたいた。この野郎空気読め。俺たち全員にかなうものか。ちょっと全員同じ殺し方だとつまんないけど、でもこれが楽なんだよな。あーめんどくさ。これちょっとちょっと待ってね。おい楽しい。あー3体か。おいこれやりたい。ああーフォース足りない。そんなこと言いながら襲ってくるんだお前。可愛いとこあんじゃん。こっちは
あれ、いけねえな。で、ここでなんか、この星を解体してる。え？追ってきたんじゃないんだ。この星解体してんの？星を解体って発想がよくわからん。完璧いっぱいいるな。めんどくせえな。範囲内にターゲット死人のため移動中。動かないでください。ダメージを受けました。んで、あれ、捕まっちゃった。で、大事なのはこの人を、そう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 、はい、ハックしてね、BD1。 いて、シングルでいっか。で、この人もよし、ハックハックハック、やめろ、殺すんじゃない、やめろ、おい、やめろって。あ、でで、いいね、いいね、いいね。なんかもうめちゃくちゃだな。どれが敵でどれが味方かわからんな。あれ、どれだ、んん、まあ戦わせとくか。あ、いいね。なんかもう適当にやっていいかなって思っちゃって。はいはい、ハッキングと。回復しとくか。え、で、で、で、あれ？どっち味方？あれ？わかんねえな。面白いんだけど、あら。あ、こいつら一応起動してはいるんだ。おい。え、で、あ、危ねえ危ねえ危ねえ。で、で、またやっちゃったよ。なんか、戦い方が雑というか適当すぎるな。あれ、また捕まった。何やってんの俺。あ、でも味方が勝ったな。あれあれ、埋まってない。埋まって動けてないみたいだな。こんな一方的にいじめちゃって。かわいそう。よし、ハック。こう、あ、なんかチャ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 って言ってるね。ああ、起き上がった起き上がった。ああ、もういよいよわかんないな、敵がどれだ。お前、ああ、よし、ハックして。あー、忙しいね。かわいいビリワン。よし、これで全員制圧しましたと。進むぞ、BD。こっち行けねえのか。さて、この先には何がある。シア、ここを離れよう。イラムが抑えられた。大丈夫なの。いや、発見された。あっちの扉はどうやって行くんかな。カイバークリスタルを掘ってる。船長、離陸の準備を。あと、ここでなんか強いトルーパーが出てきた気がするんだけどな。こっち側どうやって行くんだっけ。赤印か。これは動画外で探索をしなきゃいけないかもしれないですね。あ、じゃあちょっと回復しとくかい。
で進路はどっちかな。こっちも行けるしこっちも行けると。あーなんかいっぱいいますな。こっちから行ってみよう。ハイバークリスタルを掘ってるってなの。あデススターに使うんかな。あここなんだ。あ仕方がない。素早いぞ。俺を残したのが間違いだ。なんでそんな威勢がいいの君は。おおそっか、あのドロイド部屋に来たのか。開けられなかった部屋か。これなんだ、帝国の機材。帝国の機材は惑星中心核の地熱エネルギーを用いて施設に電力を供給し、施設内、温度の調整を行う。この過程は有害な廃棄物を生み出し、本自然の生態系に大きな被害をもたらす。まあ帝国そんなん知ったこっちゃないってことなんでしょうな。じゃあ戻るか。戻れる。あぶねえ。戻れねえんだ。ああ、じゃあちょっとあのドロイドの部屋を抜けてきますね。はい、戻ってきたんで帰りますか。一日中警備に立った後だ。狙いが増えるかもしれない。訓練を重ねてきた。それを信じろ。なあ、もう冗談だ。ただ、弁護は頼んだ。おい、侵入者だ。取り掛かる。やべやべ。これってもしかしてそのまま帰るか。普通に帰っちゃえばいいか。おほほー、かっこいい。はい。おお、いるいる。あ、やべ、一人しかやってね。フォースプッシュで落としたいな、みんな。それ用の場所もあるし、ちょっと落としてあげようか。あ、落とせねえな。これは落とせねえわ。帰ろう。じゃあね。おお、厄介なやつが落ちたわ。おお。いろいろめんどくせえな。痛い痛い痛い。死ぬ死ぬ死ぬ。ああ普通に帰れば。やば、変なの来た。お前バカか、ふざけんな。そっちは大丈夫。ああ、彼らこっち来れないのか。ちょっとフォースプルで。シグナルの偽装は。君は？あ、もうフォースないな。じゃあ普通に帰りまっか。スキャンできる。なんだろう。間欠泉。イラムには火山活動により激しく、熱水を噴き出す間欠泉が存在し、その多くは、蒸気の噴出も伴っている。これらの間欠泉は火山活動や鉱物の、沈積状態、により大きさや噴出の間隔が異なっている。めちゃくちゃ熱いのかな。あ、場所わかんなくなった。あれ？あれあれあれ？地図も見れねえ。ん？やばいね。これ来た道かな？合ってるから、ちょっと登ってみますけど。暗号システムをハッキングして混乱させたわ。
すぐ復旧するでしょうけど、うまくすれば時間を稼げる。あ、張ってた。助かる。ストームトルーパーだらけだ。イラムは私たちの星だった。好きにさせないで。はい、どうしたもんかな。あと30、あとっていうかもう30分ぐらい経つので、今回ここまでにしましょうか。次回はまあこの星から脱出することになりそう。はぁ、あ、何変なの来たな。はい、じゃあ今回ここまでにします。瞑想して、終わりにしよう。はい、それではご視聴ありがとうございました。